すする TV ゼレゼレどうも、すするでーす。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、奈良遠征ラストということで、あっさり系のつけ麺がいただけるお店はこちらです。ドン。 JR 帯時駅から徒歩12分くらいのところにあります麺食堂88さんにお邪魔してます。こちら88さんは醤油ベースのつけ麺、そして中華そばに、さらにジャンクそばという混ぜそばのメニューもあるお店です。遠征先でメニュー豊富なお店に当たると何をすすったらいいか迷ってしまうところなんですけど、果たしてすするは何をすするんでしょうか。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、麺食堂88さん、食券制です。今回はつけそばをプッシュしました。つけそばの美味しい食べ方を読んだり、麺には内モンゴル産天然乾水が使用されていることを確認しながら待ってた。こちらが麺食堂88さんのつけそばです。なほーい。表面がツヤツヤ輝く麺は、これ単体でも食欲が湧いてくる。ネギや角切りチャーシューが入ったあっさりつけ汁によく合いそうだぞってことで、いただきます。まずはオンリー麺すすり。なはーん。水でしっかりと締められた麺は小麦の甘さを大いに感じられ、やはり単体でもかなり美味しい。つるっとすすれて喉越しもよく、つけ汁につける前にどんどんすすっちゃいます。では続いてつけ汁にさっと絡めてすする。のまーん。ほんのり香る魚介の風味に加え、鶏などの動物系スープも中心に据えた酸っぱしょっぱからの美味しいつけ汁。美味しい麺をより美味しくすすらせてくれて、全てが合わさって完成されるこの洗練された美味しさに、まずは拍手で称賛を送りたいと思います。さあ、お次は角切りチャーシュー。噛むとジューシーな油が溢れ出し、炙りの香ばしさも兼ね備えた有能なやつ。さらにその香ばしさや油の旨みがつけ汁へと溶け出し、風味に変化ももたらしてくれてフェスティバルです。てな感じで、一時は興奮しすぎてどうなることかと思いましたが、88は自然数または整数において87の次で89の前の数であるということを思い出し、しっかりと美味しさを堪能していきます。そしてついには麺を全てすすり切ってしまったところで、スープ割りをお願いしましょう。割りスープはとっくりに入れて提供され、最後まで酸っぱしょっぱ辛うまさを体感していると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。全てが混然一体となって完成する美味しいつけ麺でした。それではコスレ。はい、ごちそうさまでした。いやー、麺食堂88さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。結局すするはつけ麺をチョイスしまして、香味油のいたつけ汁にツヤツヤとした麺が印象的な、ビジュアルから美しい一杯でした。見た目は洗練された綺麗なつけ麺なんですけど、すすってみるとクラシックな良さも感じられて、個人的にはね、すごく好きな味でした。水でしっかりと締められた麺はつるっとすすれて喉越しもよく、小麦の甘みも感じられて、とっても美味しかったです。つけ汁につけてすすってみると、ほんのり香る魚介に鶏などの動物系が下支えとなって、醤油味に加えて爽やかな酸味もあって、美味しい麺をより美味しくすすれるつけ汁でした。角切りのチャーシューは炙られていて、香ばしさに加えて油の旨味もつけ汁に溶け出して、食べていくうちに風味の変化をもたらしてくれましたね。トッピング麺、そしてつけ汁、全てが一体となって完成する美味しいつけ麺をいただきました。ごちそうした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺食堂88さん、エイトメンや、はい。